でございました。それでこれから年末年始の医療崩壊回避のための緊急特別対策の実施にかかる記者会見を開催いたします。始めたいと思います。本日は沖縄県医師会から浅戸会長、宮里副会長、高山先生がお見えになっています。また沖縄県飲食業生活衛生同業組合から鈴木理事長、沖縄県社交飲食業生活衛生同業組合から下地理事長、そして沖縄県観光コンベンションビューロー下地会長が同席されています。それでは、まず沖縄県医師会の浅戸会長からコメントの発表をお願いしたいと思います。恐縮ですが講談の上発表をお願いいたします。県民への医師会からのメッセージ。沖縄県医師会の浅戸でございます。本日は沖縄県経済団体沖縄県医師会と合同の新型コロナウイルス感染症の対応に関する記者会見を開催していただきまして感謝申し上げます。では沖縄県医師会から県民へのメッセージを読み上げます。新型コロナウイルスによって世界が大きな試練にさらされた1年でした。沖縄県でも春と夏に2度の流行を経験しました。しかしいずれも県民の皆様の協力のもとで乗り越えることができました。沖縄県の医療界を代表しましてまず心から県民の皆さんにお礼申し上げます。さて今も医師や看護師あるいは薬剤師など多くの医療従事者が来る日も来る日もそれぞれの役割を担って全力で働いています。県民の皆様におかれましてはこの感染症との戦いの最前線において患者さんと向き合って重症化していく過程を目の当たりにしている医療従事者に心を寄せていただければ幸いです。今冬を迎えて新型コロナウイルスの全国的な広がりは未だ収まる気配が見られません。コロナウイルスには冬に流行しやすいという特性がございます。より良い強い対策を取っていかなければ今の流行を抑えることは困難だと考えられます。沖縄県では毎年冬になると救急医療を担う病院の病床が満床となることが常態化しています。そしてこれまでも救急医療の危機について皆様に訴えてきました。特に今年は新型コロナウイルスの流行によって事態が深刻化している特別な年です。新型コロナに感染した患者さんのために確保している病床だけでなくその他の患者さんのための病床が不足し始めているのです。あまりに多くの患者さんが短期間のうちに入院するようなことになれば新型コロナに対応する医療のみならず他の疾患の患者さんの命を守る医療が提供できなくなる恐れがあります。このままの状態が続けば医療崩壊に陥る可能性すら考えられます。事態は深刻です。県民の皆様も深刻に捉えてくださるよう改めて訴えます。その上で一人一人が何をすべきかについてお伝えしたいと思います。最も有効な解決策とは新型コロナに感染する人を減らすことです。感染する人が減れば危険にさらされる高齢者や持病のある人も減ります。入院が必要な人にはできるだけ良い医療が提供できるようになります。幸いにもこのウイルスとの戦いはかなり分かってきました。
人が集まる場所に行くときはできるだけマスクを着用すること、不特定多数が触れるものに触ったときは早めに手を洗うか、アルコール消毒をすること、発熱や呼吸器症状を認めたときは外出を自粛し、仕事や学校を休むことで感染拡大が防げます。しかしながら、未だ流行は続いています。最近の傾向を分析すると、お酒を伴う宴会の場が重要な感染源となっていることが分かってきました。そして、感染した人が家庭や職場に持ち込む感染を拡大させています。大丈夫だろうと軽く考えて忘年会を楽しんだり、延期できるはずの帰省をしてしまったりすることが、ひいては高齢者の感染につながりかねません。そこで県医師会では、ここまでお話した県内の厳しい医療状況を踏まえて、次の5点について県民の皆様に呼びかけたいと思います。忘年会を控えること、帰省を控えること、3、年末年始の挨拶回りは玄関先で短時間に済ませること、4、初詣は混雑の時間を避けて参道での飲食を控えること、5、成人式は感染状況が落ち着くまで延期すること、県民の皆様の協力によって必ずやこの危機を乗り越えることができると私は信じています。このウイルスの流行を抑え込むため、ぜひとも力を合わせていきましょう。最後に、今沖縄県の救急医療は健全に維持されていますので、どうかご安心ください。体調が悪いときはまずかかりつけ医に相談して指導を受けてください。緊急性が高いと思われるときは決して我慢することなく救急外来を受診してください。皆さんご自身と大切な人の健康に気をつけて、共に良いお正月を迎えたいと思います。ご清聴ありがとうございました。沖縄県医師会会長、浅田哲義、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは次に玉城知事からコメントを発表いたします。ただいま沖縄県医師会からも発表がありましたが、沖縄県の医療は今危機的な状況を迎えようとしています。県内の新型コロナウイルス感染症は9月の下旬頃からじわじわと感染が拡大し、感染対策の集中実施として職場や会食、家庭での感染対策の徹底を呼びかけてきましたが、新規感染者数は約40人で高止まり、減少の兆しが見えない状況です。この療養者数と新規感染者数の推移をご覧になっても分かると思いますが、8月の波から一旦落ち着いていたものの、じわりじわりとこれからも新規感染者数と療養者数の数は増えていくという曲線になっています。高齢者の割合も上昇し、病床利用率は 80% を超え、加えてコロナ以外の一般病床も 90% 超えが続いています。また、現在の感染源の割合は、飲食 40%、家庭内 23%、職場 10%、
医療介護施設 9% ですが、家庭内は持ち込まれて感染が広がるため、主な感染源である飲食関係の感染を抑制する必要があります。このまま感染者数が減少しなければ冬場の救急医療の増加も加わり、年末年始には医療崩壊を招く危険性が高まっています。医療崩壊が現実のものとなれば、本来助けられる命を失うことにつながる恐れがあるということです。年末年始の医療崩壊を回避するためには、何としても新規感染者数を減少させなければなりません。そのため対策本部会議を開催し、本日から12月14日本日から来年1月12日までの間、緊急特別対策を実施することを決定いたしました。県民、事業者及び来訪者の皆様のご協力を切にお願いいたします。一つは営業時間短縮の要請についてです。那覇市、浦添市、沖縄市内の飲食店及び接待を伴う遊興施設等においては、営業時間を朝5時から夜10時までとするよう要請いたします。時短営業の期間は12月17日から12月28日までといたします。この要請に伴って営業時間短縮となる飲食店等には協力金を支給することといたします。今回この3種を対象としていることについては、飲食関係を感染源とする事例が集中しており、市中感染も多く確認されていることによるものです。なお、当該時短要請期間における GoTo イートの利用については県全域で夜10時までに制限をいたします。2つ目は離島への往来についてです。引き続き来島自粛を求めている離島への往来は自粛をお願いいたします。またその他の離島についても、離島の医療体制は脆弱であることから、本島と離島間、離島と離島間の往来については必要最小限とするようお願いいたします。3つ目は帰省および年末年始の行事についてです。年末年始の休みを利用して帰省される方も多いと思いますが、帰省は飛行機に乗る前から始まっていると認識をしていただきたいと思います。その飛行機に乗って出発をする2週間前から飲み会を避けるなど、感染リスクが高まる行動は控えていただくようお願いいたします。そしてさらに帰省前10日間は体調管理を徹底し、体調が優れないとき、体調不良時は帰省の延期を検討していただきたいと思います。なお当然ですが、沖縄から県外へ渡航される方についても同じような行動を取っていただきますようお願いいたします。これからの時期はクリスマスパーティーや忘年会、新年会などの機会も増えますが、感染リスクが高まることから4人以下、2時間以内とすることを徹底し、夜10時までに会合は解散をお願いいたします。年末年始恒例のイベントは同居家族と過ごしていただき、不特定多数との接触を避ける行動をぜひお願いします。初詣などは混雑を避け、休暇をずらして平日参加の検討などをお願いいたします。お正月など年末年始に集まる際は、おじいちゃんおばあちゃん、祖父の皆さんなど高齢者を守るためマスクを着用し、大人数での会食は避けていただくようお願いいたします。1月12日は成人の日です。成人式の主催者は新成人に対して式典終了後の宴会を控えるよう周知を徹底してください。周知徹底が困難な場合は成人式の延期あるいは分散開催などの検討をお願いいたします。新成人の皆さんは式典の前、式典の後の宴会への参加、
体調不良時の式典への参加および式典会場や署の周辺での密集を控えるよう協力をお願いいたします。重ねて申し上げましたますが、新成人の皆さんに対しては式典終了後の宴会は控えるようしっかりと徹底をしていただきたいと思います。今回はいつもと違う特別な年末年始あるいは成人式を迎えることになると思います。さらにこの時期本県に来訪される方々にとってもいつもと違った沖縄を過ごしていただくということを意識をしていただきたいと思います。長い間感染が収まらないことで県内の医療現場では医療従事者が疲弊し病床もすでに逼迫しているなど危機的な状況にあります。一方このコロナ禍においては県民経済にも大きなダメージがあることも事実です。医療が危機的な状況にあることを経済関係団体とも共有し協議を重ねさせていただいた結果今回の緊急特別対策を実施することを決定した次第です。県民の皆様におかれましても現在の危機的な状況を今一度認識をしていただくようお願いいたします。何としても医療崩壊を回避し県全体が穏やかな年末新年を迎えられるよう一丸となって感染対策に取り組むことにご理解とご協力を心からよろしくお願いいたします。私からは以上です。はい、それでは、これから質疑に移ります。メディアの皆さんはいつものように、挙手の上で社名と名乗っていただいて質問をお願いいたします。その場合に、もし質問の相手方が決まっている場合には、どれぞれさんにお尋ねしますというような形で、事前におっしゃっていただくと質問になります。またお答えになる方は大変恐縮ですが後ろ側の方はその場で結構でございますので、起立した上で、マイクを持ってお答えいただきたいと思います。それではまず県内幹事社の QAB さん、ご質問ございますでしょうか。県内幹事社 QAB 船越です。どなたに質問かということも合わせてどうぞ。岡山知事にお答えいたします。はい、今回のこの特別対策、大事なということになると思いますが、これは、医療崩壊を防ぐというところが主なテーマになってくると思うんですが、今日対策会議でこの件について議論されて正式決定になったと思うんですけれども、それに至るまでその各種関係団体の方からお話を意見を踏まえたりだとか、それなんかプロセスのような部分があれば教えてください。はい、まず先だって私も実は細菌性肺炎で治療療養を余儀なくされまして、1週間ほど入院をさせていただき療養させていただきました。その間にも非常にその医療現場の方々のギリギリの対応をしていらっしゃるという状況やあるいは沖縄のみならず全国の医療の逼迫している状況あるいは国の進めている施策に対するさまざまな専門家の方々の意見を報道するテレビなどを見ながら県内の動向に非常に私も危機感を持って情報をいろいろと聞いておりました。この間医療関係の方々からもそのコロナのみならず非コロナの一般病床が逼迫をしているという状況については早期に県民の皆さんに今一度感染防止対策を呼びかけなければならないというお話も聞かせていただきましたし、また富川副知事、かかず商工労働部長は関係業界の方々とも緊密に話し合いをさせていただきながらその業界の皆さんの現在取っていらっしゃるガイドラインなどの徹底そしてもしこれからその感染者をさらに抑え込んでいくためにはどのような対応を取ることができるのかについてさまざまな話し合いを重ねさせていただき本日のコロナ対策本部会議での決定と相なった次第であります。すみません、もう一問お願いいたします。田中知事は
今回この休業要請に関しては28日までとなっていますけれども、この28日までの結果というか、感染者数の動向を見て、また延期する可能性だったり、さらにその外出自粛とか強いものを発出する可能性というのはあるんでしょうか。まあ、それについては、まあ、予断を持ってお答えすることは非常に難しい状況ではありますが、とにかく現在の感染拡大を徹底的に抑え込むというために、業界の皆さんには時短に協力をしていただくということと、県民の皆さんには4人以下、2時間以内、夜10時までにはもう会合は解散していただくというような、大変、まあ、この時期においては、書き入れ時であるということと、それから非常にそのクリスマスシーズンですとか忘年会シーズンであることなどを考えると、どの業界どなたに対しても大変厳しいお願いにはなると思います。しかし今県全体で一丸となって取り組まなければ間違いなく医療崩壊は免れないのではないかという危機感を持って対応していくこと、これがやはり今一番重要なことであるというように認識をしています。県外幹事者の日経新聞さんどうぞ。日経新聞の高井です。最後ちょっと言及ありましたけれども、この時期の時短要請というのは非常に飲食店にとっては大きなダメージになる。この点これを出すにあたって知事からの飲食対象になる飲食店、関係者へのメッセージというかですね、そういうのを改めてあるということです。はい、まあ、この間、先ほども申し上げましたが、富川副知事や商工労働部長が関係団体の方々と意見交換を重ねさせていただき、どのような状況で皆様のご理解とご協力をいただきながら、県民の皆さんにもまたさらにご理解をして、そういう行動につなげていただくかということを真摯に話し合いをさせていただき、今般その了解もいただきながら、まあ、時短のお願いをさせていただくということになりました。そのために議会の方にも補正予算第10段目の補正予算の提案をさせていただくということも確認をしておりますし、やはり全庁を挙げて全県民を挙げて今の時期をしっかり抑え込んでいくことによって、また経済の回復につなげていくような、そういう取り組みにもつながっていくということも我々はしっかり認識をして、今現下のその状況を県民の皆さんと一丸となって取り組んでいくべきであろうというように思います。そのことについては業界の方々にもご理解をいただいていることというように、本当に感謝を申し上げたいと思います。それではその他の記者からのご質問をお聞きいたします。NHK 世論です。はい、知事、先週はですね、休業要請も例示されていらっしゃいましたけれども、今回それよりも厳しくはない、営業時間の短縮ということでご判断された理由とですね、合わせて今回この那覇市、浦添市、沖縄市に絞っているわけですけれども、県内の感染者は離島を含め全県的に出ている中で、なぜこの3市に絞ったのかというところももう少しエビデンスがあるな。はい。じゃあ前半を私が答えさせていただき、後半の3市に絞ったかについては、保健医療部から答えさせていただきますのでよろしくお願いします。それぞれの業界の皆さんからも本当にたくさんのご意見をいただきました。その中で今、お互いにとって、取れる、最善の方法は何かということについて真摯に意見を頂戴いたしました。その中にあって、期間を限定し地域を抑え込むという形で、時短の、お願いをするということが一番取りうる、最もその効果の高い方法であろうということに相なった次第でございます。ですからそこをしっかりと明確に確認をさせていただきながら協力をお願いしたということでございます。それから3種については保健医療部から説明をさせていただきます。保健医療部でございます。総括情報部の方で感染経路が分かっている方々の分析をいたしまして、市町村ごとの分布をデータを見たところ、全体の 50% が那覇市に関連しています。それから2番目に多い浦添市が 10%、 3番目の沖縄市が 9% と、この3市がかなり
行っておりまして、3つ合わせると約 70% をカバーするというようなことで、この3市に仕事を始めております。今おっしゃっているのは、その飲食店を原因とする感染者という中で7割というのは、はい、そうです。感染経路が分かっている方で、飲食店に飲食に関連しているという方の中の打ち合わせです。他にございますでしょうか。関係新聞、産経新聞の川瀬です。一応お伺いいたします。今ですね、医師会からの5つの要請と県のですね、緊急特別対策の内容がですね、2つが明らかになったんですけれども、双方に比べてみるとですね、少し若干ですね、異なるとか温度差があるような感じがいたします。まず1回の方では忘年会を控えること、帰省を控えることというふうに伝えるという形になっているんですけれども、県の特別対策の方では、緊急対策の方では忘年会は4人以下で月曜日減らせ2時間という形で、控えるとまでは出てないのかなというふうに思っているんですけれども、その関係についてちょっとお伺いできればと思います。またですね、ちょっと医師会の方にもですね、その忘年会を控えること、規制を控えることと書いてありながら、県の緊急対策のこの内容についてはどのように考えているかということも合わせて伺えればと思います。先に先生からじゃあボタンを押していただいてよろしいですか。はい、お願いいたします。まあ、なかなか私どもが出している資料3ページをご覧ください。まあ、先ほどから話がございましたように、新コロナの病床利用率もかなり高い。それから右側にございます、左側にございますある地区の、中部地区ですけど、さらにこの地域は高いんですね。まあ、これは12月9日の時点で 98% ですけど、その前の週の時点ではもう 100% 近く、でかなり非コロナの病床を 100% 前後で、稼働して、で加えてコロナの病床は 80% 強で、現行の状態でいきますと右肩上がりでさらにこの、コロナの病床利用率も高くなっている。でそういう背景ですと、やはり感染者を軽減、少なくすることが我々の使命だということで、このように強く訴えていきたいと考えます。はい、県の方のとしましても、私たちがより具体的に求めていることというのは、これまで の, 流れの、4人以内、それから、2時間以内というような、そういう会合などについてもそうなんですが、よりやっぱり厳しく考えるということを考えると、できるだけ忘年会は控えていただきたいということももちろんですし、また帰省もこの時期は控えていただきたい、それから年末年始の挨拶回りは玄関先で短時間にお済ませくださいということについても十分私たちは理解できるというものであります。その中において、より具体的に時短の要求をさせていただいたり、夜10時にはもう会食は解散してくださいということについても、それなりに私たちもかなり踏み込んだお願いをさせていただいていると思いますので、こういう厳しい状況にあるということを県民皆さんがしっかりと受け止めていただくということが一番大事だと思います。それぞれの考え方はやはりそれぞれのその危機感を表しているということをそのまま受け止めていただければ、やはりそこは真摯に受け止めていただいて、県民全体で一丸となって協力をしていただくということをやはり切にお願いをさせていただきたいというように思います。関連して1点だけよろしいでしょうか。医師会の方に伺いたいんですけれども、忘年会したいことを必要に控えることというふうにしだした中で、この県のですね、緊急対策本部の内容についてはどのようにお考えでしょうか。率直に生ぬるいと考えておられるでしょうか、それとも適切であると考えているんでしょうか。なかなか難しい話として、時間短縮で1日の感染者数の発症が低減するかというと、私は厳しいんじゃないかなと思っております。健康状態かという感じでしょうか。先ほどから述べてますように、現在の、感染者数の発生件数からすると、
だんだん入院患者が増えてきて、かなり厳しい状況が進んでいる。まあ、なかなか、いろいろな経済界もございますけど、まあ、知事も本日から来年1月12日までの間、緊急特別対策という、このメッセージ、大きな緊急対策、特別対策期間とかですね、増加期間とか、そんな感じで強く訴えて、言っていただきたいという気持ちもございます。以上です。はい、わかりました。リクエスト。先ほどから9月下旬から10月と増え始めて、続いている内容に、県は警報、警報、集中実施という形で、メッセージを発出してこられました。この間も、そして今回の対策に関しても、基本的に県民の方々が取る、感染防止策というのは全く変わらないと思うんですけども、この間 の、 そのメッセージの効果はについて、知事の効果があったかどうかというお考えと、今回、なぜ、緊急事態宣言ではなく、またものを書いた緊急的物対策ということにしたのかという、その理由を教えてください。はい、新規感染者数の推移のグラフをもう一回出していただいていいですか。この次の、ご覧いただきますと分かるように、10月26日から沖縄コロナ警報を発出して、じわじわと出ていますよというふうなことも、まず県民の皆さんにお伝えをし、こういう状況が続いていくと厳しいですよということで発出をしました。そしてさらに11月20日には、ここからは集中実施として第1弾、まず、その新規感染者を抑えるためになお一段の努力をしていただきたいということを申し上げたんですが、ご覧のように新規感染者はやはりじわじわと広がっているということは、もう今回時期的に忘年会、クリスマス、そして、年末年始、そして、成人式と多くのその人たちが、不特定多数の人たちが行き交うという状況にある中にあっては、現在のコロナの病床、非コロナ一般病床のその逼迫度合いからして、さらに踏み込んだ要請をしなければいけない、これはもう、先ほど医師会の会長もおっしゃってましたけれども、緊急特別対策を講じなければならないということの状況にあるということが一番重要だと思うんですね。そのために業界の皆さんにも時短をお願いをし、我々からは踏み込んでもう10時までに、会食はもうやめるようにしてくださいということも、私は一種の、形を変えた自粛のお願いにも、なっているぐらい強い要請ではないかというように思っています。しかしそういうことをしっかり発出をさせていただき、県民一丸となってそれに取り組んでいかないと、医療の現場は間違いなく崩壊するということも先ほど申し上げた通りです。その現実にしっかりと向き合っていただきながら、今は人と人との交流、大多数の交流、そういうことは控えなければいけないということを改めてこの緊急特別対策として打ち出させていただいたということになっているわけです。この間のメッセージは県民に届いていたかと思いますか。業界の方々や県民の方々、しっかり頑張っていただいたと思います。私も街を歩いている方々がしっかりとマスクをしていらっしゃるということについても、頑張っているなと思いましたし、土曜日は、富川副知事、ジャハナ副知事が業界の関係の方々と那覇市内を回らせていただき、やはりそこでもしっかりと、ガイドラインに沿った対応を取っていらっしゃるということも確認をさせていただきました。しかしやはり飲食の場面から家庭に持ち込まれ、職場に広がっているという状況を考えると、さらにもう一段飲食業界の方々にも協力をお願いをさせていただいて、県民にそのことを訴えて、この人と人とが触れ合うというその回数を減らすこと、時間を減らすことということをもう一度しっかり取り組んでいただければならないということで、今般このように警戒を発しているということになっている次第です。沖縄大学の
きます。下地理事長、鈴木理事長にですね、一言ずつ、この時期、5年間クリスマス会の時期にですね、時短要請が出されたという点とですね、南市に至ってはその3回目の要請ということで、かなり厳しい経営状況のお店なんかもあると聞きするんですが、今の率直なお気持ちですね、あとどういった点でですね、今回受け入れる納得をする、してもらうかですね、その組合の皆さんにですね、医療が逼迫しているという状況を説明していくのかどうかというのをお聞かせください。はい、飲食業組合の鈴木と申します。今回特にエリア限定ということで、このギリギリの線で私どももちょっと了承いたしました。クラスターが発生した那覇、沖縄、浦添ということも含めてですね、早めのやはりクラスターの封じ込めがやっぱり大切になってくるということも踏まえましてですね、役員の皆様にも相談しながらですね、今回この決定に至るわけですけれども、先ほど忘年会を控えるという部分では今日ちょっと私どもとはちょっとこの辺のニュアンスは違うんですが、4名以下でも忘年会できますので、この4名の中でもまた一つのルールがありまして、不特定多数の方とはじゃなくて、できる限り家族とかですね、よく知っている方と一緒に会食をして、行きたい。そして、クリスマスもやはりどうしても予約も入ってきてますので、そういう部分ではカップルの方とですね、会食もしていただきたい。やはり時間短縮ですので、早めの予約をしていただいてですね、ぜひですね、この県民の皆さんにね、この4名以下でも会食ができて、楽しかったみたいな部分をですね、ぜひですね、協力していただきたい。飲食店を継続させるためにですね、ぜひ県民の皆様に協力していただきたいと思っています。以上です。はい、正直いいです。はい、はい、社交組合の下地と申します。ご承知のように、私社交業不特定多数のお客様と接する機会の多い商売ではございます。現在、経営者そして従業員が感染するリスクが高いということで、ほとんどの組合さんには自覚を持つようには指導はしております。今回の時短営業になるんですけど、飲食さんに比べてかなり厳しい状況ではございます。やはり沖縄県というのは、普通遊興のスナック付きにましては、大体営業時間が午後の9時スタートというのが多く見受けられます。しかしもう9時だから10時までしかできないという後ろ向きな考えでは、もう今のコロナは対処できませんので、各組合に対しましては前を向いてコロナ対策として従業員とお話ししてですね、19時から空けていただいて3時間でも営業したらどうかということで、組合ではしては指導はしております。やはり休業要請となりますと、かなりプレッシャーが、この負担が大きいです。この休業要請に比べますと、時短というのは若干緩和されておると見ていますので、組合としては、県に対してはお礼を申したいと思っております。ただ社交組合としまして、やはり連携する酒類メーカー、そして小売業、そして運輸業、タクシー代行さんですね、いろんな業種に関わっていますので、できるだけですね、この12日間で、解除していただきたいというのが社交業としての気持ちでございます。以上です。時間90分であと1、2問でお願いします。毎日新聞の野党です。この時短の協力金24万円ということについて、お伺いしたいんですが、前回8月の時は協力金10万円だったと思いますが、今回、12日間で24万円、1日2万円という計算なのかなと思いますが、この24万円に増やした、理由を教えてください。はい、商工労働部長からお願いします。はい、確かに前回まで1日10万円とやっておりますけれども、今回その時短の要請をお願いするこの時期、時給時のがありますし、
それからその他の都道府県の、あの時短要請ということで実施しておりますけれども、まあ、あの1日あたり1日2万円ということで設定しておりますので、従来行ってきた時短の影響とはですね、あとその時期も違いますし、その対応しなければいけないというようなあの状況も若干なく異なっているというふうに考えておりますので、1日2万円ということで、12日間ですので、合計24万円。まあ、これはその決して業界にとってはですね、十分というわけではないかと思いますが、なんとかその協力をいただいて、先ほどのありましたように、この12日間でなんとか抑えてですね、営業再開できるような状況に持っていきたいというふうに考えております。以上です。鈴木さん、下地さんにお伺いしたいんですが、まあ、業界の中にはあのその、まあ、24万円という額ですね、まあ、あの多いとか少ないとかいろんなあの意見があると思うんですが、それぞれあのどのように、評価されていますか。今回あのこの協力金もですね、あの会議の中でも意見を述べさせていただきました。あの前回はですね、あの10万円、そして休業要請が20万ということで、なぜこれで収まったかといいますと、あのその前に持続化給付金というのがあの個人店では100万、法人で200万というのがあります。それがまだ、あったということで、10万、20万で良かったんですが、今回は特に稼ぎ時も含めてですね、非常に厳しいということも県の方に、言わせていただきまして、まあ、今回その、ちょっと前回では、プラスになったということで、この辺も、まあ、了解を得たということです。まあ、あの今、鈴木理事長がおっしゃったことを私も同じ考えでございます。ただ、あの社交業としまして、どうしてもあのこの24万で若干弱いというのが感じております。やはりあのスタッフ1人シングルマザーが多いというのが私どもの業界でございます。ですから、この24万に関しましては、経営者に行くでしょう。そして、スタッフはどうするんだろうという中で、その辺が大変、組合としては懸念材料になっております。今後の施策として、まあ、シングルマザーへのあらゆる手当とかですね、その辺を県としてどうお考えか、ぜひこの辺をお願いしたいと思います。ありがとうございます。はい、最後の一問とさせていただきます。答えございますでしょうか。はい、答えます。すみません、沖縄タイムスの川野と申します。ビューローの下地会長にお伺いしたいんですが、緊急事態、まあ、こういう対策が出ることで観光客からも、どういうふうな印象を持たれるのか、マーケットの評価がどうなるのかということをちょっと聞かせていただけますか。はい、今回の県の決定については、我々の方でも、沖縄の感染状況が非常に厳しいということを、まあ、県外にしっかり発信をして、まあ、沖縄に来られる際には、マスクの着用、あとは密を避ける行動と、旅のエチケットを改めてしっかり守っていただきたい、そうした発信は改めて強化をしたいというふうに思っております。まあ、そうした発信を強化することで、まあ、県内での行動をですね、一定程度気をつけていただきながら、またその沖縄の自然豊かな環境の中で楽しんでいただく、そういうことも大事だというふうに思っておりますので、このあたりは県内の状況をしっかり理解をしていただいて、対応も行動も県のこの発表にですね、理解を示していただければというふうに思っております。はい、よろしいでしょうか。時間が来ております。それでは、本日の、記者会見、以上とさせていただきます。ありがとうございました。はい、上田さん、ありがとうございました。